ろしくね。またね。そんなんじゃないですよ。あ、じゃあ小由美さん、さようなら。なるほど、そういうことか。そんなことならこの小由美さんに相談してくれればいいのに。しないといけないの？秘密って何よ。感じ悪いな。ほら、ともちゃん起きなよ。ホームルーム入
始まっちゃうよ。もう何時から来てるの？ね、なんでそんな早く？あの音ってともちゃん家の前だったんだ。じゃあともちゃんまた後でね。だね、少年。はい、ちゃんと取っておいてあげたからね。あ、今日はね、特別にバナナットを入れといたから感謝するようにね。やだ、冗談よ、冗談。それはそうと、今日も放課後来てくれないかな。また手伝ってほしいんだけど。よかった。じゃあ放課後よろしくね。ありがとうございました。あ、三上くん。わかんないのよ。数学の問題。私なんか全然習ってないんだよ。それって別に三上くんが教えてくれてもよくない？この際わがままは言わないからね。何もわからない人を放っておくの？そう言ってくれると嬉しいんだけどね。それじゃあそうしてもらおうかな。よろしくね。Thank you.
お、頑張ってるな、少年。まあまあ、私の方がお姉さんじゃない。うん、もうだいぶ良くなったみたい。来週には復帰できるって言ってたよ。そうね。まあ、私もこの仕事結構楽しいから、もうしばらくやっててもいいかななんて思ってたりするんだけどね。ここは…なんとかなるでしょう、多分。しかし、午後の購買って暇ね。誰も生徒買いに来ないじゃない。購買で買うより外で買っちゃうよね。私の時もそうだったし。こんなに素敵なお姉さんがお店番してるっていうのにね。お母さん、毎日ここに座ってるんだね。そりゃ腰も痛めるよね。座りっぱなしってのは一番腰に負担かかるっていうし、結構重労働かもね。午後なんかどうせお客来ないんだから閉めちゃえばいいのにね。ふーん、私が高校の時は結構閉まってたんだけどね。お母さんパチンコ行っちゃう。私より先にいなくなっちゃうくせにね、帰ってくるのは全然遅くて、パパに母さんどうしたって聞かれた時はどうしようって感じ。そうそう、不良主婦。おかしいよね。その日の晩ご飯はもう缶詰とかそんなのになっちゃうの。だから結構バレバレで、結局パパにバレてパチンコ買いを禁止されちゃったんだけど。ほんとほんと、容量悪い悪い。手伝ってるのか。精が出るじゃないか。なんでしょうね。牛乳。運動の後はこれでしょう。ああ、染み渡る。いや、部活じゃないんだけど、ちょっとサッカー部に混ぜてもらったんだよ。紅白戦やるのに頭数足りないからって。スポーツも結構いいぞ。体を動かした後の一杯がたまらんね。ああ、帰る帰る。ちょっと荷物取ってくるから待っててくれな。仲いいね。しんくんって結構かわいいよね。かわいいって言ってるだけじゃん。なに？焼いてくれてるの？嬉しいな。あら、遠慮しなくていいのに。ともやくんもまあまあかわいいよ。待たせたな、帰ろうぜ。はい、またね。小読みさんっていいよな。大人って
って感じがするじゃん。ほほー、それはそれはよーくご存知なことで。ふんふん、そんなこと言って結構お前小読みさんに入れ込んじゃってるじゃん。そうですか。そうか、小読みさんは二十歳ね。詳しいね。へへ、まあ気にすんなって。じゃあ電車来たから俺帰るわ。じゃあな。じゃあ、あさってからだね、中間。そうだよね、普段から勉強してないし。組織と組織が対立して
もちゃん人形映画とか結構好きでしょ。ならいいじゃない。何でしょう。ノートですか。ご覧になりたいのですか。どうぞお構いなく。授業のではないですよ。私がこれまで書き溜めたものです。はい、必要ないですから。もうよろしいですか。Thank you.
の用だ。俺の睡眠を邪魔しようというならただじゃおかないぞ。で、何の用だ。いいけど、後悔しても知らねえぞ。そりゃないだろ。ったく本当に自分勝手なやつだな。あ、要するに俺の文字が汚すぎて読めんと、そういうことか。ノートなんて自分で読めれば十分なんだ。バーカ。だから俺みたいなやつのためにワープロってもんがあるんだろうが。なもん、ワンタッチだ。つまりまだ指一本でしか使え